実況パワフルプロ野球。はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。第2期栄冠ラインパート46かな、やっていきたいと思います。今回はね、公式戦第2回戦、夏の公式戦ね、第2回戦のガマ義塾変えるかなっていった感じなんですが、やっていきたいと思います。福岡にこんな学校あるのかな。結構ねありそうな学校名があるんですけど、ガマっていう福岡でそんな地区があるのかな。まああまり福岡にね、出身は福岡なんですけど、そこまで、行ってないのでよくわからないんではありますが、まあいいでしょう。ということで頑張ってやっていきたいと思います。ということで球速測定、まあ、前回のね前評判 D よりかは低い E なんですけど、侮れないからね、前評判あんまり変わらないからね、本当に A とか B とかなってくると変わるけど、もう E から C ぐらいやったらあんまり変わらないもんね、本当に。ということで今日はマルちゃんで使っていきたいと思います。よし、お、みんな調子いいね。じゃあこのままで。見た感じ前お天聖 OB OG は立花さんっていうのが昔巨人にいたような記憶があるようなないような、でも多分違うと思うけどな。まあいいでしょう、考えてもしょうがない、感じるんだってやつですね。まあそれはいいやよし、なんとかね倒していきたいと思います。前回は結局 8-1、 ちょっとね前半戦は怖い感じはありましたが、その後は打線がしっかりこう繋いでくれて、最後丸ちゃんの一発も見れていい感じで活躍できたはあるんですが、よし、一応相手の能力見ていきましょうか。投手、この若すごいピッチャーだね。若坂、まあいいや、ちょっと漢字が読めないんですけど、バリチャラいね。チャラいけど変化球ピッチャーで、コントロールとスタミナはない。大石天聖プロ、じゃあこれはおそらく西武のピッチャーだね。うん、熊谷、まあ前評判 D、E、まあ分からなくもないかもかなといった感じはあります。天聖帯高こう、なんか見たことあるけどどこのチームか忘れちゃいましたね。まあいいや、曽根ちゃん、ちょっと違ったね、天聖帯じゃなかったね。うわ、彼ちょっと怖いね、当たれば飛んでいくよってやつだね。彼バッティングはいいの、パワーだけある感じ。武田天聖プロいたかな、こんなバッター。失礼、バリ失礼。覚えてへんな。結構プロ野球に関してはそれなりに選手を覚えてるつもりではいるんですけど、皆さんもし知っていたら教えていただけると嬉しいです。武田、まあいいや、考えてもしょうがない。今日左ピッチャーですね。10番1番ではないですね、舐められてるのかな。さあいけ、いけるよ、今日絶好調だしね。あ、これが高校初めてのホームランだったんでね、前回のが。ナイバッチ、それがあれなんだね、内角高めのボールをあのセンターから右横、じゃ左横に突っ込めるようなあんなホームラン打ったんだね。連発してそうなイメージ。あ、てか先制されてるし、まあいい、いい、そういう時もあるよ。いやー、でも逆に涌井ちゃんがこれぐらいのバッター陣を1点取られちゃってるってのはちょっと辛いとかいうか、丸ちゃんはすごいね。いや3点取られてるしえ大丈夫、本当に。まあ大丈夫でしょう。よし、ヒット狙う、バイバーイ、落ちる、素晴らしい、待ってました。どうしよっかな、引っ張りかな。さあこの回2点ぐらい返そう、できれば3点4点返していきたいところですが、とりあえず1点ずつね、1点返せば分かんなくなるよ。よく見た、相手ピッチャー荒れてるからね。ネバーチ落ちるでしょう、ネバーチ、よし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 、両つないだで、今日2安打の丸、流れ的には悪くないね。引っ張りかなすいません。ドロップいいもんね、よく見た。いやー、今の言ってほしかったな、まあしょうがない。まあドロップ見せられてるな、あのストレートは厳しいね、さすがに。よく打った、そのドロップ K、 あと4番に任せましょう。今日ヒット打ってるかな、4番が最近ヒット打たないんだよね、任せてみる、どうだろう。若干足りないね、ちょっと怖いな、引っ張りで。いやー惜しいな、
第2球投げた。よく見た。打てるボールだけ。今のは行ってほしかったな。投げた。どうだ。入るか。行くか。行った。4番が仕事した。96メートルっていうなんか地味なメートルではありますが、ホームランホームランだからね。素晴らしい。つないでつないで4番が一発で蹴りをつける。素晴らしい試合だね。てかいうかピンチだね。アクイちゃん今日調子悪いね。大丈夫？まあ月曜シフトかな。頼むよ。アクイちゃんにだけは僕信頼置いてるんだから。てかマルちゃんがいい働きしたね。今日操作したんだけど。よし。三塁踏んで一塁投げても面白かったけど、まあゲッツを取ってくれるのは一緒でしょう。ツーアウトランナー三塁に変わります。よし、ここはしっかり抑えておきたいところ。まあ、よくゲッツー取ったよね。でもなんか片岡選手、昔の今の阪神のコーチしてる片岡選手みたいな打ち方するね。なんで一球も入らんかったかな。出た、天聖プロ。右バッターだろう、右バッターだろうってなんだよね。右バッターでしょ。このバッターいたかな。武田天聖プロだったよね。 OB じゃなかったよね。どこのチームだろう。ピッチャーなら分かるんだけどな。やべえ。ボールは中継。カマ1点返しました。武田タイムリー。武田今日初めてのヒットになりました。やべえ。なんで前評判いいとこんないい試合しないといけないんだ。でここは抑えておきたい。投げました。頼むよ、入れてくれ。マジか。カウントは3ボール1ストライクです。ホームランないでしょう。これから5球目打ちました。あっと引っ掛けた。取ってあげて。打球はライト右へ。ヒットになります。マジか。バックホーム間に合うかどうか。メイソン追いつかれました。シャレならほんまにシャレなら頼むで。第9初球を打ちました。向こう触れてるよね結構。第2球ストライクゾーンをガンガン振ってくるイメージがある。これどっちも悪い当たりじゃないし。よし。オッケー。まあ同点で終わってくれてラッキーと思いましょう。ワンアウトランナーなしってことは丸かな。さあ今日3安打。最後のホームラン打って終わっていただきたい。強振する。まあミートでいいでしょう。まだワンアウトだしね。最高。お天聖プロ来たね。うわ似てるわ美味しく結構。似てる似てる。うわーナイスボー来た。待ってました。ほんまにホームラン打ってくれるとは。いや僕もそういう気持ち今。素晴らしい。誰かな。今井ちゃんがヒット打ったってことだよね。今井ちゃんがアウトになったってことだ。よしこはヒットに狙うんでしょう。よし入ってもいいんだぜ。惜しい。帰ってこれるんじゃない。無理か。ランナー二塁でストップ。さあ次は菊池。お尻プリプリ打法だね。威圧しよう。菊池が威圧ってなんかちょっとイメージないけど。まあいいでしょう。てか打率悪でも絶好調だよ。頼む。カウント3。ほんまに威圧したね。ストレートのフォアボール。お田中君大二郎。まあ大二郎じゃないんですけど、ここでもう1点取ればだいぶ流れ的に打ちに来るよ。投げました。打ちました。惜しい。よく見た。ワンストライクです。今の行ってほしかったな。投げました。あこの席は僕の悲壮感を漂わせる。よしよく抑えた。中井裏。さあ丸ちゃんもう1本ヒットに狙いしよう。しけよし抜けた。さあ今井ちゃんが仕事する時が来たよ。ここ人呼んでなんでしょう。ショーファイトでしょう。しげ第9打ちました。よし気迫。ボールは中継。バイバーイ。素晴らしい。さあ玉田の兄貴闘魂でしょう。これは S 番になるんじゃない。強振でしょこれ。
待ってるべ。投げました。ここ一発かまさな、疲れてるし。今度はツーボール倒す。いったんじゃね。いったスリーランホームラン。いやー素晴らしい、低い弾道ながら強烈な当たり。よし、まあ決まったでしょう。5点差。どうする、涌井ちゃん投げさせる、あよっか。だいぶ投げたんじゃない、100でも言うても8か108球なんだね。さあ今日は中田蓮で締めましょうか。メイソン、まあやばかったらね、うちにはマイキンがいるんでなんとかなるでしょう。1球投げました。彼はシュートとカーブがいいからね。ストレート、いやー彼の打率すごいね、熊谷くんピッチャーなのに4割5分9厘って投げた、打った、切れていきます。いや4割5分9厘も打ったら楽しいやろね、あの野球するのがね。うん、だって5分2分の1ヒット打てるってわけでしょ、絶対野球楽しいわ。たまにいるもんね、あの地区大会6割バッターとかね、野球してて楽しいでしょうね本当に。何が来ても打てるような気するもんね。まあそんだけのね練習をしてるからってこそあるんでしょうけど、まあ応援してる方もまああいつ打つだろうなって思うやろうし、打ってる方もまあ多分打てるだろうなって思いながら打てるから余計打てるんでしょうね、自信にもなるからね。よし、あと1人、レンちゃん抑え任せれそうな安定感してるね。ストライクゾーン先行してくれるし、うん、いいボールいってるし素晴らしいね。よし、でも全部ゴールで終わらせる、かっこいい。ヘッド、気迫を見せましたが、まあ苦戦はしましたが点差終わってみれば5点差。まあちょっと5点取られた涌井ちゃんは微妙でしたが、まあなんとかなったでしょう。ふうっていった感じですね。どうする、次前評判が D 以下だったら、ダブルヘッダーでいきましょうか。よし、お、田村ちゃん弾道が上がったね。あともみんなが綺麗に上がっていってくれてる感じがあっていいですね。お、中田ちゃんのシュートがここまで上がったね。OK、 いいよ。さあどうだろうね、まあちょっと試合前に進路相談嫌でしょうが進路相談しておきましょう。涌井ちゃんプロ行ってくれるんじゃないかな、ってか休み疲れが取れた、いいね。涌井ちゃんの疲れが取れたのはでかい。お、25勝目、いいよ。何やかんや結構勝ってるんだね。もうどうしようかな、ピッチャー系統がいいよねやっぱり。まっすら、あと1000、あと800か。じゃあお褒めの言葉でも買っとこうか。よし、もしこんなもんでいいかな。へい、そりゃもう野球うまくなりましょう。まだちょっと甲子園だからうぬぼれてもしょうがないからね。まあこれでもう終わるんだけど、いやでも甲子園行けばよかったかな。まあ最後に変えておけばよかった気もしますが、まあいいでしょう。よし、じゃあ最後に前評判見て DE やったらやっていきたいと思います。 C だったら次回回していきたいかなと思っております。いくよ、せーのでポン。C かってことで次回で回しましょうか。柳川学院かな、まあうちと同等ぐらいの戦力だと思うので、まあいい試合になるんじゃないかなと期待しております。じゃああれだね、アイテムだけ使って終わりましょう。いっぱいあるねアイテム、めっちゃアイテムあるね。無駄にって失礼出すけどってないね話なんですが、まっすら仮シャワーついてるよね。パワー誰につけようかな。うん、まなかちゃんにしよう。球速1か、コントロール5、ムービング覚えれる。涌井ちゃんも全部使っちゃってるんだね。だよね。本はまだ使えるのかな、どうなんだろう。雑三振とか使えたらいいね。使えたまだ使えるのかな、5個ぐらいまで使えたりする。使える、涌井ちゃんめっちゃ強くなってるよ今。
どうしようかな。これらはもう使えないよね、おそらく。だよね。よし、ということで今回はこれぐらいで終わりたいかなと思います。次回は前評判 C の柳川学院とやっていけたらなと思っております。まあね、2回戦まではトントン拍子で来ました。ここからはなかなか大変になってくるとは思いますが、頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さよなら。